ライスラーの反乱は、17世紀末のニューヨーク、植民地で起こった事件である。ドイツ系アメリカ人の商人であり、民兵隊の大義であるジェイコブ・ライスラーが、植民地南部の支配を掌握して、1689年から1691年までの統治を行った。イングランドで起きた名誉革命と、1689年の ニューヨークを含むニューイングランド自治領でのボストン暴動の余波として起こったこの反乱は王位を剥奪された国王ジェームズ2世への出席した不満が反映されている。イギリス国王の権威が回復したのは1691年イングランド軍と新総督がニューヨークに派遣されてからだった。ライスラーは逮捕された。逮捕したのは総督と軍で裁判を行い、 大逆罪を宣告した。ライスラーは死刑に処せられたが、この反乱により、ニューヨークは激しく敵対するに大勢力に分裂した。1664年、イングランド軍がニューネーデルランドを制圧し、イギリス国王チャールズ2世がこの地を、弟のジェームズ、当時のヨーク公に与え、望むように統治させた。ジェームズはこの地を、イーストジャージーとウェストジャージーに分割して、 他の出資者に任せた。また、二人の提身に与えて、その提身が東西に分割したとも言われる。この植民地政府は本質的に独裁制であり、強い権限を持つ総督と評議会を有したが、選挙による議会はなかった。アンドロスの逮捕1685年、ジェームズは兄の後を継いで大いにつき、翌年ニューイングランド自治領を設立した。 1688年5月、ジェームズはドミニオンにニューヨークと東西のジャージーを組み込んだ。自治領の総督であるサーエドマンド・アンドロスは、この年の夏にニューヨークに到着し、自らの支配を打ち立て、イギリス海軍の大尉であったフランシス・ニコルソンを副総督に就任させ、自治領の統治をさせた。ニコルソンの統治は、地元の評議会からは補佐されたが、 立法議会はそうでなかった。ニューヨークの住民からは、我々の昔からの特権を倒し、最も恣意的な統治をする一連の直線総督の候補と見られていた。ニコルソンは、入植者を、彼らは、非正副民であり、それゆえ、イングランド人としての特権や権利は要求する、ことさえできないはずだ。1688年の末に、名誉革命が起き、 カトリックのジェームズは大尉に追い込まれ、プロテスタントのウィリアム3世とメアリー2世が変わって即位した。アンドロスの統治は、特にマサチューセッツで、かなりの不評を買っていた。名誉革命のことを聞きつけるや、マサチューセッツの反アンドロス派は、この革命にかこつけて、自らの政治的利益のために暴動を起こした。1689年4月18日、 ボストンに現れたボートは、指導者たち、自治領総督であるアンドロスや、自治領の役人を逮捕した。この事件により、マサチューセッツや、他のニューイングランドの植民地で暴動が、段階的に起こり、急速に自治領を結成前の状態に戻っていった。自治領副総督、フランシス・ニコルソン副総督のニコルソンは、4月26日までには、 ボストンの暴動のことを耳にしていた。しかし彼は、暴動のことも、また、イングランドでの名誉革命のこともなんだ、公表するための処置は取らなかった。ニューヨークで暴動が起きる、可能性があるのを恐れていたのである。ロングアイランドに、ボストンの暴動の一報が届いた時、政治家や民兵の指揮官たちは、かなり強引な姿勢を取るようになり、5月半ばまでに、 多くの地域から自治領の役人たちが追い出された。時を同じくして、ニコルソンはフランスがイングランドに9年戦争の宣戦線布告をしたことを知った。これにより、ニューヨーク北部のヌーベルフランスとの境界に、フランスとインディアンの連合軍が攻撃を加える恐れが出てきた。ニューヨークに駐屯する兵たちは、アンドロスの命令により、インディアンの活動に対処するべく、 メインに派遣されており、ニコルソンの部隊もやはり人手が足りなかった。ニコルソンは自分の兵ですら信用できないのに気づいていた。兵たちはポピュリズム主義者から、ニコルソンがカトリック的な統治をニューヨークに押し付けようとしていると吹き込まれていたからだ。インディアンの襲撃の噂に慌てふためく。 ニューヨーク市民を鎮める目的で、ニコルソンは民兵を召集し、ジェームズ砦の陸軍中ト部隊に合流させることにした。ニューヨークの守りは手薄で、ニコルソンの評議会で防備の改善資金として、輸入税課税に対する投票が行われた。このやり方は即座に反発を送った。多くの商人たちが納税を拒否したのだ。特に反発した一人が、 ジェイコブ・ライスラーだった。生まれのいい、ドイツ系移民で、カルビニズム信者であり、民兵隊の隊でもあった。ライスラーは、自治領の統治への反対を怖高に主張していた。ドミニオンの統治は、ニューヨークに、ポープリーを押し付けるものだと彼は見ており、ニコルソンに、忠実な者たちを覆す役割を演じるつもりでいた。5月22日、 ニコルソンの評議会は民兵たちの声願を受けた。民兵たちはニューヨークの防御を早急に改善することを訴え、またジェームズ砦の火薬声への道順を知りたがっていた。後者の方は拒否されたが、ニューヨークでは火薬の供給が不足しており、それに対する懸念が高まっていた。指導者たちがより多くの供給を求めて、 ニューヨークの街中を探し始めたため、その懸念は、ますます積もった。1689年5月30日、ちょっとした事件が起こった。ニコルソンが、民兵の士官に乱暴な物言いをして、これがこうじて大っぴらな反乱が起きた。ニコルソンは、短期なので有名であり、その士官に、お前たちに命令されるよりは、ニューヨークが燃えるのを見た方がましだと言った。ニコルソンが、 本当にニューヨークを燃やす準備をしているという噂が街中を駆け巡った。翌日ニコルソンはその士官を呼び出し、職務を放棄するように求めた。この士官の指揮官であるエイブラハムド・ペースターは、ニューヨークでも最も裕福な人物の一人であったが、ニコルソンと激論を交わした後、やはり民兵の大尉である兄弟のヨハニスと、評議会の議場から怒って飛び出していった。 民兵が召集され、一団となってジェームズ砦に向かって、砦を選挙した。火薬庫の鍵が必要となり、ある士官が評議会に荒らされた、ニコルソンはついに俺、流血や損害を起こさないようにと言って、鍵を渡した。翌日民兵隊は会議を開き、ライスラーにニューヨークの民兵隊の指揮を取るように求めた。ライスラーはそれを引き受け、反乱軍は、 新しい国王と女王が正式な委任状を持った総督を派遣するまで彼らの代理として取を支配する宣言を出した。民兵隊による暴動でのライスラーの正確な役割は不明である。しかし彼の関与行為を指摘する多くの意見がある。彼と民兵隊隊員のチャールズ・ロードウィックは5月22日にニコルソンに請願書を差し出している。彼の士官の一人、 ジョスト・ストールは、ジェームズ・トリデノモニエ、一段となった民兵を率いており、また別の彼の士官は、火薬庫の鍵の申請のために、ニコルソンの元にやらされている。さらに、ニコルソンがニューヨークを立つのに集めた証書には、ライスラーが、首謀者として、犯罪と関係しているとしたのは一つもなかった。反乱を沈めようとしているニコルソンの、評議会議員たちこの時点で、 民兵隊は砦を支配しており、また港も手中に収めていた。港に着いた船の乗客や船長は、ニコルソンや、評議会といった外部への連絡を省略して、そのまま砦に入れた。6月6日、ニコルソンはイングランドへ戻ることを決め、イングランドでの訴訟に使う証書を集め始めた。6月10日にニコルソンは、ボストンを立って、ジャージーの海岸へ向かった。そこで、 第二代、リメリック伯爵トマス・ドンガンと落ち合って、すぐさま船を出してくれることを期待した。ライスラーの支配は、当初は制限されたものだった。ニューヨークにはまだ、ニコルソンの評議会議員、パトルーンズのニコラス・ベイヤード、ステファヌス・ファンコルトラント、そしてフレデリック・フィリプセがいた。彼らや、市長でもある、ファンコルトラントと彼の政府は、ライスラーの権威を認めなかった。 コネチカット植民地のハートフォードで新国王即位の声明が出された時、両者の間でニューヨークへこの声明を持っていく死者の争奪戦が起き、ライスラーの代理人が勝利した。6月22日、ライスラーはこの宣言を出版した。その2日後、ファンコレトラントがイングランドの新国王がアンドロスを総督に手配したという公文書の写しを受け取った。 この文書の送付は、ロンドンのマサチューセッツ代表部の命によって送らされていた。この代表部は、追って、知らせがあるまでは、ヒカトリックと、はっきりわかる代表者たちが在任しており、ニコルソン不在時の評議会の規則を、法的に正当化していた。この記事に従って、ファン・コルトランとは、カトリックの関税長就任を解雇し、ベイヤードその他が公認で、 関税業務を監督することになった。ライスラーは、この不当な権力の行使に反対し、民兵の部隊を率いて税関に押しかけた。当時のニューヨークは、ほとんど暴動に近い紛争状態だったが、両者の証言が残っており、ベイヤードは、ボートから、命からがら逃げ延びたことに触れている。そして彼は、オールバニーへ逃れた。数日経って、ファンコルトランとも逃げた。 フィリップセは政治家生活から身を引き、ライスラーはニューヨークの事実上の権限を握った。6月26日、ロワー,ーニューヨークとイーストジャージーの多くの地域から代表団が結成され、状況を監督するための公安委員会が設立された。この委員会は基本的には後のライスラーの政府の核となるもので、国王、上両陛下からの総督就任の命令が来るまで、 ニューヨーク植民地の総司令官にライスラーを選んだ。7月から8月にかけてライスラーが選んだ訓練を積んだされた民兵が事実上ニューヨークを仕切っていた。この資金はニコルソンが取り出に預けていた植民地基金で賄われた。ライスラーは彼を支持するコネチカットの役人からも取り出中トンのための民兵部隊の援助を受けていた。ニコルソンの部隊は 8月1日に正式に解散し、ほぼ同時期に、フランスとイングランドが戦闘状態に突入したという正式な知らせが届いた。本国の代表部への自らの立場を強めるために、ライスラーは8月15日にジョストストールとマシュー・クラークソンをイングランドに派遣した。彼らは文書を持参していたニコルソンがかつて、 ニューヨークの住民に対して企んでいた陰謀への告訴の証拠となり、そしてニコルソンの圧政に対するライスラーの行動の正当性を示すための文書だった。代表部はニューヨークの新しい検証を要請し、ドミニオンが本国政府の援助なしでルーベルフランスに勝利することを求めるよう指示を受けていた。新検証に何らかのミニ主的な代議制度を 盛り込むべきか、具体的な言及はなかった。その後の選挙で、ライスラーの公安委員会は10月に、ファンコルトラントを正式解任し、ライスラーの支配は、ニューヨーク中に浸透したが、オールバニだけは例外だった。ベイアードは、ニューヨークの投票率は極端に低く、かれこれ100人程度しか投票していないと言った。10月20日、この二人の評議会員は、 ライスラーの統治は違法であるとの宣言を出し、ライスラー以外の民兵の指揮官たちに指示をやめるよう命じた。しかしこの宣言の効き目はなかった。ライスラーの対抗勢力はオールバニーとその隣接した地域を支配した。7月1日、彼らは正式に新国王に宣言をし、8月1日には統治のためのオールバニー協議会を設立した。会議には オールバニの長老たち、ハドソンリバーバレーの裕福な地主や民兵隊の指揮官たちもいた。この会議は、オールバニの反ライスラー行動の中心となり、ライスラーが新国王から委任状を受け取らない限り、彼の統治を認めるのを無条件に拒んだ。9月に入ると、オールバニの状況は緊迫した。地元のインディアンが、 フランス領カナダの軍が今にも攻めてくるような噂を流したのだ。ライスラーがハドソン川上流への民兵増強作戦を中断したおかげでオールバニーの役人たちは結局にはライスラーに泣きついた。ライスラーは側近中の側近で将来の義理の息子となるジェイコブ・ミルボーンに民兵の部隊をつけて彼らに応じた。この部隊は11月には オールバニの軍事的実験を握ることになる。しかしながら、協議会は、ミルボーンが、指示との引き換えに応急した条件に反対し、またミルボーンは、オールバニに入るのを拒否され、フレデリック取り出にやらされた。ある色子遺族の女が、ミルボーンに、こう警告した。オールバニ近くのインディアンの大組織は、ミルボーンを、オールバニの友人への脅威とみなしている。 ここの軍事的主導権を握るのであれば、それに対して反抗するだろう。ミルボーンはニューヨークに引き返した。オールバニの会議はさらに隣接地域に援軍を懇願し、コネチカットがこれに応じて、11月末に80人の民兵をよこした。1690年が明けて間もなく、ライスラーはついにオールバニの支配権を手に入れた。 近隣の地域のオールバニからの切り離しをもくろむ手段として、ライスラーは1月に、シュネクタディでの選挙を呼びかけた。2月の初めに、フランスとインディアンとの侵略者による攻撃が起きた。この襲撃により、オールバニ協議会の立ち位置の弱さが露呈された。シュネクタディを守れなかったことで、互いが互いを非難していたが、ライスラーはこの状況をうまく利用した。彼は、 コネチカットの民兵隊に撤退するように説得し、自分の民兵隊をオールバニの北に置いて、その地域を取り締まらせた。外部からの大きな支持を失った会議は、条件付きで降伏した。1689年の12月に、ニコルソンの住所宛に、手紙がこういう届いた。ニコルソンが不在となってから、しばらくの間は、上述ニューヨーク植民地の平和と、 行政法等をそのままにしておく、要注意する。この、受取人は、この植民地の政府を引き受けることになるともあり、この手紙の配達人は、ファンコルトランとか、フィリプセを懸命に探したのだろうが、彼を捕らえた民兵は、ライスラーの兵だった。ライスラーは、自らの同地の正当性を主張するため、この手紙を利用し、副総督と自称するようになった。そして、 公安委員会を総督の評議会に定めた。次に、ライスラーは税金と関税を徴収することにした。彼は部分的には成功したものの、統治に反対する役人たちから大きな抵抗を受けていた。彼らの一部は逮捕され、ライスラーの言うことを聞かない者たちの大部分は他の者のと変えられた。1690年の4月までには、 実質的にニューヨークのすべての地域社会で一部の役職はライスラーの任命による者たちになった。彼に任命された者たちはニューヨーク社会の象徴として著名なオランダ系やイングランド系の住民が含まれていた。しかし彼の方針に対する抵抗は続き6月6日には小規模なボートの襲撃を受けた。彼らは政治犯の釈放を要求し ライスラーの課税の納付に反対していた。1690年の10月には、オランダ系のハーレムから、プロテスタントのイングランド人が住むクイーンズ、そしてオールバニまで、様々な地域で、ライスラーの統治への反対の声が起こった。1690年のライスラー体制強化のための、主な活動は、ヌーベルフランスへの遠征隊の組織であった。5月に行われた、 隣接する植民地の代表者との会議では、この案が真っ先に具体化した。ニューヨーク部隊を編成するために、商人たちに物資の提供を命じ、それをやらない場合には、彼らの倉庫に侵入した。これらの活動に関して、ライスラーはかなり慎重な発言をしており、多くの商人たちは後になって、払い戻しを受けた。コネチカットの士官たちは、ライスラーの選んだ。 指揮官である、ジェイコブ・ミルボーンの命令の承諾には乗り気でなく、彼ら自身の指揮官の経験を引き合いに出した。ライスラーは不本意ながらも、彼らの望むフィツジョン、ウィンスロップを黙認した。この遠征は、病気と、輸送と物資の補給が困難であったため解体した。完全な失敗だった。ウィンスロップは北部に小部隊を送り、 ラプレーリーを襲わせて、シュネクタディ虐殺の恨みを晴らすことはできた。ライスラーは、ウィンスロップを、この失敗で非難し、短期間交流して、コネチカット総督のロバート・トリートの抗議を招いた。ウィリアム3世新国王のウィリアム3世は、1689年末に、大佐のヘンリー・スルーターを、ニューヨーク総督に任命したが、いろいろ問題が起こったため、 イングランドを立つのが遅れた。スルーターを乗せた船も悪天候のために遅れ、1691年1月、副総督のイングランド軍少佐、リチャード・インゴルデス・ビーの船の方が先に着いた。インゴルデス・ビーは公式書類を持たなかったが、ライスラーは政府とジェームズ・トリデを明け渡すだろうと主張した。しかし6週間にわたって、ライスラー側の顔面な抵抗と、 やはり顔面かつ傲慢なインゴルデスビーの振る舞いが続き、その間小競り合いがあった。町は軍の野営地となり、ライスラーの支持者数百人は砦を占拠していた。インゴルデスビーは、かつてのドミニオンの評議会の議員から、ライスラーへの対立を認められ、支持された。3月半ばまでに、インゴルデスビーは砦を包囲し、ここを吸収するぞと脅しをかけた。 ライスラーは疑わしい動きには時折砦の大砲を撃ったが、これは入植者を数人殺すのに成功しただけだった。この緊張の中、スルーターはニューヨークに着き3月19日に委任状を交付した。そしてライスラーに砦を明け渡すよう要求した。ライスラーはスルーターが本物の総督かどうか疑っていたが、ロンドンに行ったことのある。 ジョスト・ストールは、スルーターが本物であるとライスラーを納得させた。ライスラーは次に死者を送り、総督と交渉したいと言ったが、スローターは、ライスラーが市民との交渉をせず、彼らを逮捕したことを指摘した。ライスラーは繰り返し、りで明け渡し要求を断り続けたが、ついに明け渡すように説得された。おそらくは、痺れを切らせた、中屯兵の説得だったのだろう。 スルーターは、ライスラート他の10名を、対逆罪で逮捕し、彼が、民兵に、占拠させていた砦に投獄した。スローターは、ライスラート反乱軍を徴取するために、特別法廷、オイヤーターミナーを開いた。アブラハム・ド・ペースターや、チャールズ・ロードウィックのような一部の個人、当初の民兵出動時に、明らかな首謀者だったものなどは隠石されなかった。 ハンジの顔ぶれは、かなりの数の、ハン・ライスラー派が占めていた。その中には、リチャード・インゴルデス・ビーもいた。そして裁判長を務めたのは、ドミニオンのかつての役人であるジョセフ・ダドリーだった。3月31日に、ライスラーは召喚され、罪状認否を問われた。主な罪状は、インベル・ゴスビーが、ニューヨークの副総督としての権限を用いようとした際、 民兵隊で抵抗したことに関するものだった。ライスラーも、義理の息子のジェイコブ・ミルボーンも、法廷の合法性を受け入れず、事実の申し立てをしなかった。イングランドの法律では、退逆罪で起訴された個人には、法的協議を受ける権利が与えられないのに、ライスラーは、協議を依頼し、認可された。他の反乱軍の者たちは、 法廷の合法性を受け入れ、無罪を主張していた。4月1日、ライスラーは、殺人の罪で起訴された。彼の統治中に起こった紛争によるものだった。死刑令状に署名する、スルーター総督ハワードパイル作4月9日、スルーターは、新しい植民地議会を招集した。ライスラー支持派による、議会掌握にもかかわらず、彼の統治と活動を非難する。 法案が4月17日に可決された。この法案では、1690年のシュネクタディの虐殺さえ彼のせいにされていた。ライスラーとミルボーンに事実申し立てをさせるための試みが法廷で繰り返し行われた後、二人は有罪宣告を受け、首吊り、内臓の字に四つ先の刑に諸死財産は、募集の判決を言い渡された。執行日は未定だった。 判決は5月半ばまで有効だった。5月初頭までに法廷は32の申し立てを聴取し、ライスラーとミルボーンを含む8人に有罪宣告をして死刑の判決を言い渡し、後の者には無罪を言い渡し、または恩赦に処した。しかしライスラー支持派の活動は続いており、反ライスラー派が死刑執行のことで先導したため、4月の終わりにスタッテンジまで、 おそらくは、ライスラー支持派によるものと思われる暴動が起きたが、スルーターは、国王の意志がはっきりするまでとどめ置かれるべきと思っていた。5月7日、スルーターは、ことの次第を細かく記した、報告書を国王と商務員に送った。商務員宛ての報告書には裁判の記録の写しが添えられていたが、国王への手紙には、 ライスラーに対して極端に否定的な表現をしていた。報告書と手紙、いずれにも判決のことは書かれていなかった。5月14日、法廷はライスラーとミルボーンを本国への単眼にやるのを拒否した。また、スルーターの評議会は反ライスラー派が牛耳っており、スルーターに早く二人の死刑を執行するようにせかした。スルーターは負傷武将それを受け入れ、その夜、 死刑令状に署名した。ニコラス・ベイヤードその他によれば、スルーターはその時泥水していた。少なくとも、かなりのアルコールを摂取していたと言われており、また後になって、スルーターは買収されていたのだという、よからぬ噂が広まった。5月16日、ライスラーとミルボーンは、公主刑に処せられた。ライスラーは、最後の演説で、自分がやったことは、 プロテスタント信者の栄光のため、現政府のためのもので、ニューヨーク植民地を外部勢力から守ろうとしたと、力説した。二人の遺体は、公主代のもとに埋葬され、財産は、市民権喪失のため差し押さえられた。5月19日、スルーターは、約20名の名前の分かっている個人を除いて、反乱軍の全員に恩赦を交付した。死刑の執行は、 ライスラーとミルボーンを順教者に仕立て上げ、ライスラー支持派と反対派の間の深い亀裂は少しも小さくならなかった。支持派は代表者をロンドンに送り、最終的には彼の息子のジェイコブまで送って政府の不正を正すよう請願した。百九十二年の一月、彼らの請願が国王の耳に入り、四月には商務員が受刑者への恩赦を勧告し、 5月13日には、ジョー・メアリが、公認総督のベンジャミン・フレッチャーに、他の6人の受刑者を赦免するように命じた。その前年の1691年の7月23日、総督、スルーターは休止しており、検死の結果、死因は肺炎であったにもかかわらず、あちこちで疑惑の目で見られ、毒を盛られたのだなどという噂もあった。彼が残した手紙には、 死刑を執行するように周囲の勢力から圧力をかけられたと書かれていた。彼の任期の他の行為についても意見が飛び交った。彼は軍に払われるべき1100ポンドを着服し、公認の総督となったインゴルデスビーに酷訴されていたとも、打ホ戦を強奪して、任期中に総督府で競売にかけ、再びそれを売り飛ばしたとも言われた。ベロモント博。 リチャード・クート・ライスラー支持派の一人がイングランドに行く途中でボストンに立ち寄ったところマサチューセッツ湾直轄植民地の新総督サー・ウィリアム・フィップスから支持を要請されたロンドンのマサチューセッツ代表部はその当時ライスラーの相続人代理として市民検定士の破棄と差し押さえられた財産の遺族への返還の仕事に携わっていた1695年 マサチューセッツの支持者、サー・ヘンリー・シュルストとサー・コインスタンティン・ヘンリー・フィップスの助力を得て、イングランドの会員でこの法案が通った。上院でもこの案は通ったが、ハンライスラー派の議員たちが、この法案を守備よく会員の委員会に差し戻した。ジョセフ・ダドリーは広範囲にわたる聞き取りによって、自らの主張を数ある意見の中で通すために、 ドイツ系のライスラーが不相応に権力を握ったとして告訴したが、法案はついに1695年5月2日に可決され、翌日国王の承諾を得た。しかしながら、ライスラーの相続人が相続すべきものを受け取れたのは、1698年になってからだった。初代ベロモント伯爵リチャード・クルトが、1695年にニューヨーク総督に任命されて、 その年に就任した。この人物は、ライスラー支持で、イングランド議会での討論で忌憚なく物を言った。在任期間中政府内で、ライスラー支持派を養殖に据えた。クートは、遺産を戻すように監督をし、ライスラーとミルボーンの遺体を、オランダ改革派の教会の中庭に埋葬し直した。ライスラーの支持派と反対派の両派閥は、 ニューヨーク植民地で争いを続けていたが、1710年に、ロバート・ハンターが総督として就任して後、ライスレリアンは、イギリスのホイッグ党と、反ライスラー派は、トーリー党との関係を深めるようになっていった。ハンターは、外して、ライスラーに好意を持つホイッグであり、両派閥の間の敵意を和らげることが可能だった。ウォーターマンが1991年に明らかに、 したように、多くの歴史家たちは、この反乱を、イングランドの支配に対するオランダの反感であったと、捉えている。しかし、ライスラーは、オランダ改革派協会の支援の取り込みには、失敗している。彼は、ドイツ人の改革派の牧師の息子であり、大衆受けする、アンチーイコールカトリシズムを利用して、裕福な大商人より、小規模の商人や職人たちに支持された。 彼の支持者は自分自身をイングランド化に抗議する真のオランダ改革派の後継者と見ていた。17世紀後期には植民地各地で対立が起こり紛争を招いた。1676年にはバージニア植民地でベーコンの反乱が起こった。これはインディアンとの領地をめぐる確執から幅広い支持層を持つナサニエル・ベーコンが総督の意思に反して インディアンを相当し、一旦両者は和解したものの、再び対立するようになったものである。これでベーコンは、実質バージニアの支配権を得るものの、彼の病死によりことは収束した。この反乱により、植民地の不満が表面化した。他にも、メリーランド植民地では、ニューヨークのように、植民地版名誉革命というべきものが起こった。 権力側のカトリックと小規模農民側のプロテスタントとの対立があり、ジェームズ2世の大意と共に、小規模なプランテーション経営者、ジョン・クッドがカトリックの総督を追放し、プロテスタントの新国王にメリーランド横領化を要請するに至った。ありがとうございます。